どうする？ナイスなこの。牛バラ肉カレーも出たな。生ビールがなくなっちゃったんですね。ジャンバー脱ごっかの今。それ置いたしない。それでは行ってみましょう。ジャンプしないの？例えば、ハニートーンが有名なんですよ。ハニートーンといえばハニートーストね。ここで見てください、ビックリマンのコラボレーション。全然トーストじゃないですね。いや、中はトーストか、あのチョコとかじゃ素晴らしい、楽しいです。シールもついてくるのかな。オリジナルコースター、これやばい。コースター、ビックリマン好きにはたまらんの。なんかワクワクすんなの。こう食い物もうまいらしいね。押してないし。押してねえじゃん。しばっちゃ。しばっちゃ。平打ちのそばで美味しそうで、弁当にトッピングがあります。あ、デミグラスソースで肉んだビーフシチューになりますね。ああ、わおわお。トロントロンだ。こちらが牛しぐれ煮の炊き込みご飯。絶対うまい。ナスとトマトのラザニア付きなんだよ。ローストポーク、サンシュソース、あれカマスの最強焼き。何これ、3キロごぼうが混ざってる。こんなの見たことない。おもろ。ハーブチキンのグリル、ポルチーニのやつです。これ美味しかったね。マグロのタキと。マグロだった。マグロじゃねえのかな。カツオだよな。カツオだと思った。うわあ、マグロを叩いてあるんです。あ、焼いて、あの炙ってある。美味しそうだ。お疲れさん。韓国だ。お食事はどうだよ。ご飯だけ食べる。またつまみがお腹減ってんのって店主に言われちゃうよ。ここが眠らない街、新宿歌舞伎町だ。はい、あっちの方を見ないと分かんないよ。常にポリスは張ってる。この街を守ってくる。やばいやつがいっぱいいるからだ。ちなみに俺はね、さっきも言ったから大丈夫。あれでも途中車乗ってき、エレベーター乗ってきちゃってね。あれ、これ確か泰造の事務所あったんだよな。泰造の事務所よ。P 会のよ。P 会の事務所がそこにあってよ。あっちにもこっちにもあんのよ。全部連れてってもらったぜ、昔よ。歌舞伎町アンダーグラウンド巡り。あのヤクザマンションってあるだろ。な。知らんがな。あるんだよ。あれを俺も行ったことあるんだよ。めっちゃ面白いから。すごいことになってるからね。ここは何や、ここはカニや。半端ねえ。カニ食べたい、うん、カニや食べたいけど。ほんと
ちょっと言えない。P が入ります、すべてに。伊達じゃないヤクザマンション。行きますか、今から。まあ、見れたら見ましょう。この神社はよ、これ、花園神社。あの、ラグビーの花園じゃないんだよ。昔よ、俺のお母さんがよ、まあ、ちょっと離れたところにずっといるとは思ってたんだけどね。ここの神社のお守りを送ってきてくれたんだよ。その時ね、ああ、この辺にいいんだなって思ってさ。すごい大きい灯籠。灯籠ね。俺もさ、知ってたんだよ。何食べますか？カニだよ、カニ。さっき言っちゃったからね。カニ食いたくてよ。あれのぶっていのよ。あらばかなかった。頬張りたいな。だんだん横にしか歩けねえ。やっぱどうしようどうしよう。ラララララララだよ。やってませんでした。いやもうダメだって。予約しないと。はね、あのめっちゃビルとか飲食店あるじゃん。その中にもオアシスの緑のストリートがあります。ここはそうなんだ。そこには公衆トイレがあるんで皆さんよくチェックしてください。ここ入れますよ、はい、昔よガキの頃ここ通った記憶があるんだよ。ガキの頃あったかな。すごいね。やっぱり雑踏の中にこういうのがあると癒されるね。マイナスイオン的なね。まあ喧嘩でも起こりそうな雰囲気もありますけどね。行きましょう。ゴールデン街到着。ここだ、ゴールデン街。データ見て見て。こっちも見て。あ、こっちはしょぼいわ。よし、ゴールデン街、柏崎行ってみよう。ほら、おい、どんがらがしちゃんなんだ、タカ。おい、タカ、どんがらがしちゃんだ。やばいね。ほら、もう頭きちゃったらどんがらがしちゃんにしちゃうから、いつも。ブンさん。おい、ブンさん、おざます。ごめんな、ありがとうございます。10時ぐらいでしたら、だって今何時？今10分。大体大丈夫じゃないの？他にもあるんだけど。今行ったね。いっぱいで入れません。ちっちゃい頃からマジでありがとう。ありますよ。ちょっと牡蠣がね、美味しさ、どうする？どうしよう、せー、カニやった。結局磯丸になっちゃった。まいったどえ。まいった、磯丸楽しいもんな。変わったとこ行きたかったんやけど、とりあえずカニ食おう。ほらほらほら、とりあえず俺食えればいいや。ほら刺身やったよ、最高。ふぅ、ママ嬉しい。もうやめてきましたけど。これがお通しです。じゃこれお通しで凍ってる。これ焼くんだわ。もう火ついてるよ。お刺身は売り切れになっちゃってたけど、お寿司はあった。
ったから米取って刺身だけ食べてもいいけど、そんなもったいないことしないよ。ぐつぐつ言ってるね。でも食べていい、我慢できないわ。いける？うんうんうん、溢れる。これ絶対得じゃない？得だよね。だからパンがあるのね。アヒージョがあるからパンがある。何楽しんでるの？超ラブホーアイだってよ、全部。全部ラブホー。やっぱ。よし、全部見に行ってみよう。すべての部屋をチェックだ。行くぞ。